はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。今日はちょっとね、浦和レッズ監督キャリアやっていきたいと思います。ね、今日の相手は、大分トリニータです。大分トリニータは今現在13位とのことですが、勝ち点はどれぐらいなんだろうね。15。まあまあって感じか。てか、なんか横浜が全然勝ってないね。あんな戦力いてこの G はもうちょっとポステコグルー監督はでも買えないか、さすがに。 で、最下位はサガントスです。前回7 1で勝ちました。で、浦和レッズは今なんかね、6位から2位に上がったんだよね。だからあんまり、これ見てもらえばわかる通り、どこ、ここら辺までか、セレッソ大阪から浦和レッズのこの、勝ち点の差が2しかないから、ほんと、1回勝ったり負けたりするだけでも相当下に行っちゃう。だからまあ、負けられないね。でちょ、ちょっと1位がね、抜けちゃってるからね、ほんとちょっとね、 今の,あの J リーグの川崎ほど抜けてないけど、まあ、ちょっと抜けちゃってるんで、ちょっと曲げてくんないかな。はい。じゃあそれでは試合に行きましょう。でね、あのスタメンはこんな感じです。で、変えたのは、岩波を牧野と変えて入れました。あと、芝と、エベルトンの位置が芝とだったんだけど、エベルトン入れた。そんくらいかな。 はいで注目選手はちょっとなんか岩波が確かこの間メールでななんかんで試合出されんだみたいなこと言ってたので今回ちゃんと試合出してみたいと思いますちゃんと結無失点で抑えてください、はい、でもねうちのチームまだ無失点ないんだよねそこがちょっと懸念点だけどまあ杉本さんが取ってくれるけど大しょ4得点やばくね17得点取ってるよもう 何試合やったのかわかんないけどとりあえずめちゃくちゃ点取ってます杉本健勇はいやー実際ね,ねリーグ戦でも取ってもらいたいんだけどねうーん砂うまくいかないよねってこれは何回言ったことかで大分のやっぱ怖い選手いや俺がねちょっと好きな選手やっぱ田中達也かなちょっと ガンバにいたときから結構好きだったよ。ガンバというか熊本にいたときはちょっとあんま見つけてなかった、知らなかったけど、ガンバにいたときやっぱ田中たちすげえスピードもいいと思って思ったんだけど、すぐ大分行っちゃったねなんか。やっぱ大野瀬がすごすぎたのか、あのガンバの。ずっと大野瀬がスタメンでなんか田中たちは途中からみたいな感じを見てたから、多分スタメンに出たかったんだろうね。やっぱでも大分といえばいいサッカーしてるんだけど、ちょっとやっぱね、 あと1本のところが足りてないイメージがあるでも最近ちょっと見てないな大分の試合はまあ1日しか浦和と大分のね試合ちょっと謎んで見ようと思います明日じゃないか来週かな5日後ぐらいに状態もあると思うんでねちょっとワクワクしながら見たいと思いますやめてよそれは杉本賢治よもう意地でも取れちょっとマジかー トップチリンかチニア入ったから別に決定力は問題ないと思ったんだけど、うん、そんなことなかったね大分やっぱ片野坂監督がすごいんかな,なんか日本代表のさ森保監督今いるじゃんいやもうめちゃくちゃなんか戦術がないないたかれてるけどさ俺はそんな戦術に超詳しいこと分かんないけどちょっと待つて言これやっぱ片野坂監督が何コーチに行ったんでしょだからそれもあってなんか広島よくなったんじゃないかみたいな 意見丸らしいですね。危ない危ない。バカバカ、何やってんのちょ、待って。<laughs> バカだよ。こういうことしてるから、知ってに止まんねえんだよ。何やってんの古橋じゃない。古橋だよ。おいおいおい。お、ま、前、テントレー絶対。<laughs> いつもね、古橋君はちょっともう僕大好きなんで、そんなもう、勢力賞ではないんですけど、最近ちょっとね。 なんかもう失点が多すぎて失点するたびにちょっと切れてる気がするえー、ちょ杉本憲勇が大好きなちょってね。エベルトン,エベルトンやっぱ貸し上げのパスがね、光ると思う。で、端っこがちょっとノイル口ならちゃうんだよ、この若いのに。結構やっぱ将来期待されてるよね。海外も一ちすだけどフルアシャしてこいよ。決めろよ。えーマジかよ。 おいおいおい、絶対決まったと思ったんだけどな。いや、実際の、何 ?J リーグ、フラッシュああいうやったら絶対決め,決めるからね。まあ、杉本県とはそこが違う。はい。まあ、杉本健よ頑張ってもらいたいね、本当に。J リーグ戦で。J リーグ戦っておかしいから、リーグ戦で。小塚。小塚、浦は来るみたいなの一回噂あってようね。今年か9年だから忘れたけど。 まあでも来ても前の方いっぱいポジショあでも中盤でできんのからボランチのあたりでそこはちょっと知りたいねシャドウで今使われてるからどうするかクパスサスとかシャギに押せないよね杉本やばい杉本拳雄ボール取ってこいボール取ってこいオッケー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 さすがです今シーズン18得点目素晴らしいねやっぱりゴールの上に叩き込みましたね いい位置にいるねちょっと抑えかと思ったけど抑えれなかったよかったよかったなんでこんな過ぎほこと決めてんだろうねちょ自分のちょっと不思議ですまあもうし無失点はもないから、まあ、これ以上失点しないようにディフェンス陣にはちょっとね頑張ってもらいたいちょっとね西川が2位抜かれすぎっていうねまあでも今のはさっきの下しゃーない気もするけど なんだっけサウフレの試合だもうめちゃくちゃには抜かれまくってたからちょっとこれ怖いあ田中達えなくね右松本玲だもんだこれ松本玲だよねあのいや多分そうだから何もない言わないわオッケーオッケーオッケーコーナーちょっと怖いけどいよいよ知念とか見とけでそう俺さ大分のゴールキーパーの韓国人の選手いるじゃん韓国人でね多分あの あの人、あの人なんか俺めちゃくちゃミステリーイメージなんだよね。どうなんだろう。結構疲れてるけど、あのさ、高木は使わないの。ちょっと歳いってるけど、まあ、身長が、ミルドアップ能力やっぱりもすごいもんね、あの人。で、結構止めるもんね、あれなんか。ハイボール処理は多分さすがに厳しいと思うけど、からオルンガとか、やばい、でかい人と戦うときは、やっぱね、ゴールキーパー身長ないと厳しいよね。 本当ゴールキーパーでも止めればいいからね正直身長どうこうよりもやばい大丈夫か怖いな小遣いめで欲しい田中達えないっぽいなこれやばい中中見とけよパスコースター一応切ってるから一応ナイス立て早く早く 早く、一回席持ってなってよ。振シュ上がれ。ここれ安い。ワンチャンコロキトール。いやー、トランカまマルちゃん一回パスしよう。ミスター。一回し落ち着くか。1回落ち着こう、落ち着こう。なんか向こう数的が作れてるので、山中に出して、し決めろよ。オッケー、オッケー、オ,オッケー、オッケー。柏木陽介。 いやあ柏木もねこの FIFA 内では活躍 FIFA 内でいうか普通に現術でも活躍してるかでもなんかさ浦和レッズ最近ちょっと調子よくなってきたから柏木使われないのかやっぱエベルトの長さはっていうさやっぱ2ボランチでなんかちょっと今ハマってきてるからさ柏木がちょっとまた使われなくなる気がするよねまあでも多分柏木入ってきてからちょっとなんかよくなってきた気がするからやっぱチームとしてはやっぱり柏木が 何レイソル戦の前とか入ってさ良くなったよね多分カシャギはちょっと試合出てからちょっとみんなちょっとね輝きを取り戻したんだと思うはいで前半終わりましたスタッツ一応見るかこんな感じですまあ五分五分の戦いかなまあなんとかかってるって感じです試合きと、えー、後輩行きましょう いやでもやっぱ浦和レッツねもう今年はもう優勝は多分無理だから、まあ、とりあえず ACL 圏内頑張ってもらいたいねなんかちょっとさちょっと前は ACL 圏内がなんかもう3位までかセレッソと AC 東京で硬かったけどなんかもうちょっとさ縮まってきてるガンバとか,かもめちゃくちゃ勝ってないパトリックがめちゃくちゃ決めてから勝ち始めてるけどでそう今ガンバって言えばやっぱあのアゴードスタイドはそうやっぱあのー、アデミウさんは とかやっぱ、ね、今ちょっと J リーグちょっと荒れてるよね特に外国人選手飲酒まぁ、あ、でも飲酒って多分ね海外の人と日本の人の飲酒運転の考え方が多分違うと思うんだよねまあでもしたらいけないことだからまあちゃんとね管理しないとダメだと思うん、ね、であとやっぱねもう外国人選手といったらやっぱあのヤバいと思ったのが e 東京のあの誰だっけあの中盤 レアンドロ・デサボートはシセレッソだから、え、あの、アルテル・シルバだ。そう、アルテル・シルバーのあれ、れだけ、松原に一発ガ面パンチしたのあれ見ちゃったんだけど、あれちょっとやばくね、あれは。あれ何試合して予定したのあれは普通に指導停止1試合。あ、ちょ、これはちょっとバカ。あれはちょっとね、てか、なんだしたんだろうねちょっと FC 東京の選手がって、なんかこれやばいよ。ウィングバックがつけてない。って言われても仕方がないよね。 オッケー今回はよく切ったニアをよく西川。ナイスナイス。スね、やっぱね、なんやっぱサッカー選手。やっぱガラエルかなナイスキナイスキ。ちょっと怖かった今。ちょっとジスコジスコジスコ。ちゃんとポジションにつけ。誰だあれ。そっちやそっちやな。こっち岡か。髪色がなんか。全然違かったから分かんない。しっかり作業これは。 やっぱでも暴力暴力ってかでもあれあれこそ俺出場停止にするべきだと思うんだよねあだめよかった結果オフサイ,じゃなオフイだったから勝つされてよかったね結果はえっ紙パスエビルドンそれは俺そんなところを見てなかったんだけどこれはちょっと俺が下手くそだわいやあしっかり貸し上げに渡したかったなえ飛行飛行リトリートでリトリートで やっぱねあと最近のねサッカーちょっと見て思ったのはやっぱ前線のツートップ14人とかでブロック作った時のツートップの守備だねもうセレッソとか本当に見てもらえれば分かるけど裏良最近もそうだよね武藤コール来てなんかちょっとさあい初めてんやんやっぱ守備のところがでかいと思うと特に武藤武藤の、ね、前線からのプレスっていうのなんかうまくプレスかけてるねパスコース切りながら。 そしたら、レオナルドもそうなんのかなちょっと、最近レオナルド見てないからして分かんないけど。あ,あ、これやばい。危ねえパス出されなくてよかった。彼に、小塚に。ちょっとまだ、一定差だからね。やばい。交代します。交代します。ちょっともう、まずいね、これは。えー、レオナルドを投入。柏木はちょっともう体力ないんで、長さにして。有利利稼ぎれなんだよ。二択。どうするか。 責任スキルムーブにはちょっとおかしいけどねゆる気にするかちょっとゆる気にしましょう、ま、るちゃんを変える古橋変えるいや、ま、るちゃん変えよう古橋右で使いますこれでいこうと,とりあえず相手のパフォーマンスも見てあげるかいや大したパフォーマンスしてないから飛ばそう やっぱ前の動画でも多分言ったけどレオナルド途中からでやっぱね相手選手をビビらせる1かも一試合でね2失点とかもなんか当たり前になってきちゃってるよねこの風潮がよろしくないベエベルトン杉本お前は地味な変な地味なポジションを取ってるけど大丈夫かい うーんって感じやな。一回下げよう。回一回サイド振るか。フラッシュちょっともっと、中走ってこい、中。中にさ、走り込んできて、切り込んでこい。そうそうそう、そうやって切り込んでこないでしょダメよ。で、スコアイタスペースでサイドバックを使ったりね。やばい。これは、いや、違うんだって。こ岩波やばいんじゃないこれ。いやー、イベルトに渡したかったんだけどな。 ちょっと反応してくるよちょっとアシストオッケーやべアシストに耐えきってる今俺はこれさアシスト設定なしでさこの FIFA やったら絶対ボロボロになるよね嫌しよがかっちゃえいやこれ抜けられたかもしんない1回長沢でゆるきーれれいやこれかわすねかわす絶対かわせない。あ,あーギリギリ通るかと思ったんだけどそんなことなんかラッキーこれは聞くだはい コーナーナです。相手誰を入れてるんだ ?10 番誰野村黒橋でさらせようた多分無理だけミ見せたなもうちゃんと出とかにさらせなよかったかここを取り行かないとまずいよやばいんじゃないてかままっるかね っ負けてなないわてないです引き分けてるからちょっと勝ちいかないと負けたら7位とかあるかね普通にちょっとやばいな無駄りたからちょっと攻撃的にしようやばいよやっぱ3バックいいなこほの3バックにしよっかなええー、<laughs> <laughs> マジで やったわこれはやったわやってるやってる飛ばせ飛ばせやってるやってるやばいぞこれちょっと決まりじゃない決まりじゃない絶対さすがに追いつかないとちょっともうやってられじゃフォーメーション変えるかちょっと3バックにしよう いい取る気をもうこれやばいなちょっとやばいってやばいってパスおいおいおいこれもうダメだダメだ西川俺か西川そうさせるあ終わったもう <laughs> あーあオーマイガー,ーえー、やっちまったなこれブーイングが鳴り響いてるよ

どうすればいいんだこれはちょっともうシュート後半はボロボロだったな試合後インタビューも一応出るかいつもね負け試合や試合後インタビュー飛ばしてるんですけどちょっと久しぶりにちょ次節ちょっともうフォーメーション変えます絶対に変えるはいよろしくお願いします厳しい試合どこがいけなかった うーん、ちょっと分かんないすきな私にあります。俺のちょっとやっぱねし、指導が足りてない。特に守備面での、はい、流れを変える可能性はありましたが、えー、最後決まってしまったと。うーん、あのゴールのそう3点目だね。タイミング悪かった。このロケをもう少し出場させれば、いや、そうかもしれない。そうだね。そうかもしれないから、ヒンドさん頑張ってくれ。あり,ありがとうございました。 いや、結構ショックだな、これは。で、ちょっと、ジーン落ちてるね。ジーン5位まで落ちてしまいました。名古屋は勝ったね。いや、ちょっと離れつつあるない、名古屋が。フィッカデンティエ、くそ。いや、もう、売られつれば、このジーン見てると、やっぱり失点が多いね。はい、そこだけに、そこに尽きる。で、特定ランキング見ましょう。杉本が18ゴールでいい。 1, 1位、これすごいね。で、2位がレアンドルダビアン、3位エベラウド。で、エベラウドやっぱね、すごいよね、実際の J リーグで。まずかっこいい。まあ、かっこいいしい、もう能力値が高い。ヘディングもできるし、体も強いし、足も速いし。うん素晴らしい選手です。はい。なんか上全員外国人じゃねえな、金崎以外。プルノウンデス、マルクス・ジュニオール、エベラウド、レアンドルダビアン。 うん、なんか外国人選手ばっかり。イニエスタも6点取ってるね。柏木も6点取ってます。じゃあアシストランキングもちょっと見えるか。はい。アシストランキングはこんな感じです。<laughs> いや、浦和レッズ勢すごいな、これ <laughs>。杉本、柏木、コロールキ、マルティナス、レオナルドっていう。いややっぱ点取ってるチームだけあるね、これは。長さも3アシストと。そんな感じです。 次回の試合はどこだお次回の試合は C 名古屋グランパス戦です。いや、これは勝たないとまずい。いや、なんとしてでも名古屋を止めよう。ご視聴ありがとうございました。